演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ジングルでジングルでジングルで、今日は楽しいクリスマスというわけで、今年のクリスマスはこちら、スワンベーカリーさんのハッピーモンブランでお祝いしたいと思います。というわけで、去年スワンベーカリーのシュトーレンを食べたんですけど、あれが美味しかったので、今年は思い切ってモンブランを注文してみました。なんとこのモンブラン、スワンベーカリーさんのケーキの中で一番人気らしいですよ。これはすごいですね。ではちょっと表面をちょっとこの辺り崩してみますね。こっちの方がいいか。表中はこんな風にココアスポンジになっていますね。上のマロンクリームも美味しそうです。ではいただきます。一番人気なのも栗が美味しいのも納得です。本当すごいですね。また食べたいな、一番人気というだけでモンブランペーストはちょっと少ないかなと思ったんですけど、食べてみるともうそれだけで栗の甘みがぐわーっと広がってきました。下のチョコレートココアスポンジは甘さ控えめで、栗を邪魔せずしっかりと引き出していました。栗の甘さをとっても堪能できたので、モンブラン好きな方はぜひ食べていただきたいケーキですね。上の上で栗も大きくて食べ応えがあって本当に満足できましたので、文句なしのこちらの点数とさせていただきます。で、皆さんお気づきかもしれませんが、ちょっと背景が変わっていますね。これ別に、これはちょっと、まあ、年末というもので大掃除して、ちょっと、場所角度を変えてみたんですが、いかがでしょうか。でただ前の角度で撮った動画かなりあるので、まだしばらくはそっちの方動画かなと思いますので、そこではご了承ください。ちょっとこういう風に掃除していくのも気持ちいいものですね。そう、建国記念日、王様になるかなこの部屋で。まあこの部屋は私の国って言っていいのかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画を見ていただけると、動画を拡散していただけると、私へのクリスマスプレゼントとしてとっても嬉しいです。それでは皆さん、良いクリスマスをお過ごしください。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。